気をつけて。はぁ、とりゃ、砂漠のみんなを苦しめる
んだ砂漠の殺し屋といえども、ぜお前たちいいな、これは僕の手柄だと説明するんだぞ。はい、もちろんです王子様。よし、君のおかげでなんとかなりそうだ。本当にありがとう。今度こそ虹色の枝の剣は父上に掛け合うから。あなた本当にこれでいいの？こんなやり方で名誉を得ても何も変わらないと思うけど。僕だって好きでやってるわけじゃない。父上や国民の期待を裏切らないためには。そう、あなたはそうやって生きていくのね。お前たち行くぞ。これで正しかったのかわからねえな。あんたの言う通り、あのヘボ王子はこのままじゃ何も変わらない。でもあの子は今の自分に満足していない。何か私はそろそろ行くわ。旅の途中で見かけたら挨拶ぐらいしてね。それじゃ。